おはようございます。もしもです。今回はですね、板取雄二と真人ですね、この二人をね組み合わせてパーティー作ってみたんで紹介していきたいなと思います。じゃあまずはね、板取雄二見ていきましょう。変身キャラで変身ターンが20ターン、覚醒がバインド耐性2つにスキブ2つで 7C2 つですね。変身前にバインド耐性持ってるのは結構偉いですね。で変身後はこんな感じ、両面少ないになりますね。覚醒が無効貫通に 7C4 で列2つですね。まあ火力はかなり出そうで、スキル2ターンで1ターンの間回復力と闇属性の攻撃力が 1.5 倍、ランダムで闇ドロップを5個、回復ドロップを3個生成。まあロック解除があればねなお良かったですけど、まあこのスキルでもねかなり強いと思います。まあ回復作ってくれるのは偉いですね。まあデバフを書き換えられるのも非常に偉いと。でリーダースキル、闇を5個以上つなげて消すとダメージを軽減、これは軽減率 35% ですね。で攻撃力6倍、4コンボ加算、光と闇属性の全パラメーターが 2.3 倍、全パラ 2.3 倍に 35% 軽減なんで、まあ割と耐久性能はありますね。でしっかりと4コンボ加算してくれる点も優秀ですね。じゃあ相方の真人見ていきましょう。変身キャラでなんと変身ターンが28ターンで、覚醒が列強3つに封印耐性でスキブが3つですね。まあバインドがないのがちょっと残念で、スキル領域展開、全ドロップのロックを解除し闇と回復ドロップに変化で、特級呪霊の真人に変身します。で覚醒が列強3つに封印耐性、無効貫通が4つにボイスですね。まあこのキャラもね、無効貫通組んだ時の火力は結構出そうですね。でスキル2ターンで1ターンの間チーム内のダメージ無効貫通の覚醒数に応じて攻撃力上昇、まあ上昇率は分かんないんですけど、まあ割と高めだと思います。で水と気ドロップを闇ドロップに変化、まあ2色を闇に変えるんで結構ね大量変換できそうですね。でリーダースキル、闇を5個以上つなげて消すとダメージを半減、3コンボ加算、固定1ダメージ、悪魔タイプの HP が 1.8 倍、攻撃力は20倍、まあ非常に板取雄二との相性はいいですね。ということで今回はこんな感じの、ね、編成を組んでみました。じゃあ簡単に紹介していきますね。板取雄二に遅延耐性6つ振って、上にアプチョ変座武器で、ベリアルは超覚醒雲耐性で毒目覚め耐性振ってますね。で上はルーシー&バルキリースタイルの武器で、ゲームエンペラー超覚醒はスキブで、上に闇リーチェの武器つけてますね。で見影、遅延耐性6つ振って上にはダリアの武器つけてます。でイナ、超覚醒スキブプラスで、遅延耐性6つ振って上にはスパイダーマン武器つけてます。で相方の真人、遅延耐性6つ振って上には城の内の武器つけてます。でこのパーティースキブ24なんですけど、ゲームエンペラーの4ヘイストを入れると28ターン、まあ、つまり真人が初ターンで変身できますね。まあちょうど28ターン。で、毒と暗闇と雲とテープが 100%。で、お邪魔だけ 80% ですね。まあ、お邪魔はね、気合で弾いてください。で、毒目覚め耐性。まあ、今回ね、お邪魔目覚め耐性振ってないんですけど、まあ、つけるとしたら、まあ、イナとかかなって感じですね。まあ、でも別になくてもそんなに困らないかな。で、操作時間が9秒。で、パズパスバッチ込みで9秒なんで、まあ、若干短いですね。まあ、ただ5、6番面なんで頑張ればいけそう。じゃあ、続いてね、代用話していきます。まず、プチョ変座武器なんですけど、ここはね、自由枠です。まあ、個人的には、スキブ武器で、かつね、耐性もいろいろ持ってるプチョ変座武器いいなと思って採用したんですけど、まあ、ぶっちゃけテープとかいらないよって言うんだったら、まあ、別の武器で全然いいですね。で続いてベリアル、まあ、ここはね本当はベリアルが一番いいんですけど、まあ、どうしてもねベリアル持ってないよっていう人だったら、まあ、ネズコとかでもいいのかなとは思いました。まあ、できればベリアルがいいですね。でルーシー武器で、ここはスキブ武器でかつね覚醒無効とかが回復できれば結構ねいいと思います。まあ、クリスマスタマドラとか、まあ、消せないはね回復できないんですけど、まあ、ネイの武器とか、まあ、代用としてはあの辺がいいのかなと思ってます。でゲームエンペラーですね、まあ、ゲームエンペラー正直ね代用は結構厳しいですね。まあ、スキブ実質10っていうのがゲームエンペラー以外にいないので、まあ、パーティーね全体いろいろいじったりすれば、まあ、ここね別にゲームエンペラーじゃなくてもいいんですけど、まあ、パーティーあんまりいじらずにっていうことを考えると、まあ、ゲームエンペラーの代用は結構厳しいかなと思います。まあ、こいつねデュエマコラボで交換できるんで、まあ、弾余ってる人とか、まあ、もしよかったらね交換してもいいのかなとは思ってます。まあ、唯一無二のキャラなんで交換する価値はあると思います。で続いて闇リーチェ装備ですね、まあ、ここも基本的には自由枠です。まあ、ただねバインドとスキブ武器、まあ、アキネとかがいいですかね。まあ、自分は指をね1秒漏れる闇リーチェ武器つけてるんですけど、まあ、アキネとかでもまあ全然いいと思います。で続いて見影、まあ、ここも自由枠ですね。まあ、自分はルーレット対策見影でしようかなと思って、まあ、見影にしたんですけど、まあ、何かね他でルーレット対策ができるようであれば、まあ、そっちでいいですし、まあ、別にルーレット対策いらないよっていうんだったら、まあ、全然他のキャラでもいいかなと思ってます。まあ、ただね見影結構優秀なんで、まあ、個人的には結構ありだなとは思ってます。さあ続いて見影の上についてるダリアの標本、まあ、フィリスの武器ですね。ここはねバインド耐性とあと封印耐性がある武器なら何でもいいですね。まあ、初手でバインドが飛んでこないダンジョンだと、まあ、バインド耐性はいらないです。なんかブラマジガールの武器なんか結構いいですよね。まあ、ただその場合は十字覚醒なくなっちゃうんで、まあ、そこだけ注意ですね。で続いてイナ、まあ、ソフィーとか結構いいですよね。まあ、代用というか、まあ、火力を出したかったらソフィー、まあ、ロック解除とかね欲しいんだったらまあイナ、まあ、ただソフィーにするとスキブがね2なので、まあ、そこだけちょっと注意ですね。まあ、全然火力を出したいんだったらソフィーでもいいと思います。まあ、ただイナもロック解除できるんで、まあ、そこは結構優秀ですよね。なんで自分はイナを採用しました。で続いてスパイダーマン武器、まあ、ここはね吸収無効武器なんで、まあ、それこそねイノスケとか、まあ、ギルガメッシュとかね、まあ、何でもいいです。まあ、できればスキブがあった方がいいですけど、まあ、なくてもね他で調整できるんであれば、まあ、ネレとかでもね大丈夫そうですね。で最後城の内武器、まあ、ここはバインド武器があれば大丈夫なんですけど、まあ、城の内はねぴったりハマってくれたんで、まあ、封印耐性とね L 字がちょっとね城の内じゃないと枯渇しちゃうんで、まあ、そこだけ注意ですね。まあ、他のバインドなり、まあ、サブキャラで補っていく必要がありますね。まあ、イナとかね超覚醒に L 字持ってるんで、まあ、スキブを調整してあげてイナのね超覚醒を L 字に変えれば、
まあ、なんとかなると思います。まあ、ただね、城の内武器ね、結構ぴったりハマってくれたんで、まあ、ここだけねピンポイントに代用っていうのは結構難しいですね。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。まあ、まだね探せば結構いろいろ強そうな、ね、サブ出てくると思うんですけど、まあ、現状自分が組んでみたらこんな感じになりましたよっていう、そういう感じですね。まあ、よかったらね、皆さんもこのパーティー参考にしてみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャ、アディオス。